速いきましょう。奈良県の桜井市の上田君からいただきました。今日起きたらエロ本なかった。豚のため息。姫路市の匿名ご希望ののりみちゃんです。レコードのジャケットなくしてもた。自分のステレオ持ってないから虫眼鏡でレコードの盤覗き込んだけど分からんかった。神戸市北区川本隆。修学旅行の行きしな船に乗って岸壁で先生が 紙テープ持っとったら船動かんかった。広島県の匿名希望さん、ペンネームおめこぼしを反対から呼んだらしぼこめを。まだ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 本部があの本部。暑かったので上半身ブラだけで寝転がってると弟に、姉ちゃんのブラジャーブカブカじゃのうと言われた。みじめー。ねえもおもろいしぼこめを。神戸の瞳の弟くん、鶴瓶ちゃんに子供がいるなんて。最近外泊の多いうちの姉ちゃん真剣に悩んでた。そして一言、週刊誌に売ったろかしら。それでの顔が引きつっております。大阪市この花子小福亭の売った松坂屋の方です。関係者だけ。昨日満員のプールに行って泳いでいたら係員に、泳いだらあかん、歩け歩けと言われた。ねえ、どこのプールも混雑してるんでしょうね。そうですね。たくさんのため息のおはがきありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。また来週も待っておりますからお寄せくださいね。ありがとう。